どうも、ボンです。こんにちは。はい、いきなり部屋の中からですが、今日はですね、あるものをまあ紹介というか見せたくて、部屋の中からお送りします。実はですね、バイクを買って欲しかったものがあったんですが、ちょっとすぐに買えなくてですね、今回やっと購入しました。それはですね、いきますよ。じゃん。はい、 OGK カブトのヘルメットになります。で、このカブトですね、買ったのはカムイ3というタイプのものになります。で、じゃあそれまで何使ってたのってなると思うんですけど、それがですね、ちょっと一回どけますね。これですね、中華製のヘルメットです。GXT っていうやつですね。このヘルメットですね、何人か YouTuber の方がですね、紹介上げてたものでもあるんですけど、バイク契約した時にですね、バイクが2週間ほどでもう納車されると、すごい早かったんですよ。でね、その時まだヘルメット何買うか迷ってて、わ、すげえ、やばい、どうしようっていうことで、とりあえず間に合わせで、もう通販でパッと安くで買っちゃいました。9000円しないぐらいだったんですけど、これですね、PSC マーク、これがまあ、ついてたんですけど、まあ一応これで行動走行 OK ですよと。ということで、こちらを買って今まで使ってました。で、今回ちょっとお小遣い貯まったんで、先日ですね、買っちゃいました。もうこれちょっと嫁さんにバレたら怒られるんで、今こっそり動画撮ってるんですけど、買っちゃいました。はい、じゃ今からですね、開封していきたいと思います。これですね。こういう感じですね。じゃあちょっと出してみます。ちゃんと。カムイ3です。で、色はですね、フラットブラックということで、まあ、艶がそんなにないタイプの分になります。バイクもですね、マットブラックなんで、まあ、艶があるよりない方が統一感が出ていいかなと思って、これを買いました。で、サイズは私、頭がちょっとピッコロ大魔王みたいに後頭部かがちょっと出てるんで、 XL の大きいタイプを買っております。で、本当はこのシールドもね、ミラーシールドとかにしてみたいなと思うんですけど、おそらく夜とかでそれで走ると見えないんだろうなって思うことで、基本的にはこのまま使っていこうと思っております。ここのレバーで中のスモークのシールドを、上げ下げできる。ちょっと硬めですね。まあ、硬い方が走ってる時に動かなくていいんじゃないかなと。エアーの取り込み口は、この口元、1箇所。で、頭部ですかね。ここに、左右に1箇所ずつ。後ろがここですかね。この部分ちょっと見えにくいんですけど、ここに一つと、まあ入って抜けるというような感じに
なってると思います、よいしょ。でこれにですね、前のヘルメットにつけてた、インカムとかをまた移植してですね、使っていきたいと思います。昔ね、乗ってた時アライカ照英かってね、二択だったんですよ。で僕まあ照英派で、最初は照英の GTR2 ですねがいいなって思ってたんですけど、いろいろね今のヘルメットを調べていくうちには、このカブトってこういう国内メーカーこういうのあるんだなって知ってですね、そこから調べてたらこのカムイ3がツーリング向きとかなるんですかね。軽くて、いい感じで使えるよということですね。よいしょ。中華製のやつと比べると、中華製がこういったタイプで、これですね、システムヘルメットになっててですね、一応、マイクを溶けて、ここの顎のここを押すと上に上げれると、でこれ使ってるマイクですね、こういった感じですね。これはこれでねいいんですよ、機能的には、そんな、悪くないです。ここですね、横からの感じで後ろからの感じ、これも結構デザイン悪くないんですよね、で私これ買った時にですね、この GXT とかっていうのがあのシールで剥がせるんだって思ってたんですけど、これねなんか塗装されてます、後ろ、この前と、なんでどうしようもなかったんですよね。これがねこうペロッとシールでね、シールかのタイプで剥がせるんだったらもう全然いいなって思ってたんですけど、なんかちょっとねちょっとなんかって思ってます。まあ全然いいんですけどね、これもこれで結構フェースもちょっといかつくかっこいいと思います。まあこれは予備で使っていきます。よいしょ。で今後ねこれでね、バイクのね動画の方ここにカメラつけて、音声撮ってやっていきたいと思います。今日はですねやっと買えた欲しかったヘルメットの紹介でした。またね、皆さんなんかコメントとか、こういうヘルメットもあるよとかね、こういうミラーシールドでも夜見えやすいのあるよとか、なんか情報あったら教えてほしいなって思います。でまたこの動画ですね、よかったよ、また見てもいいよっていう方いらっしゃったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではボンでした。バイバーイ。